皆さんこんにちは。ハンドボール日本代表の上がりゆうとです。ポジションはセンターバックをやっています。ハンドボールを始めた年齢は7歳の時です。両親がハンドボールをやっていて、で兄貴もいるんですけど、兄貴が先にハンドボールを始めて、でそのハンドボールの試合を見に行った時に面白そうだなと思って、僕もやってみようって思ったのがきっかけです。最初に違うスポーツをやっていたら、野球をしていたかなと思います。理由は、やっぱり野球っていうのは小さい頃からテレビで見ていて、すごく夢のあるスポーツだなと感じました。ハンドボールは、走る、飛ぶ、投げるっていう運動要素に必要な機能性がすごく混ざってるので、小さい頃にやるスポーツにはすごくおすすめだと思います。それでボールを投げる楽しさっていうのが、一番の醍醐味だと思うので、ぜひ小さい皆さんはそういったボールと触れ合う機会を持って、ハンドボールを楽しんでもらえたらなと思います。以上です。